私は今ひたちなか市勝倉の、3D アートのアトリエにお邪魔しています。こちらご自宅兼アトリエということで、20からこの30の作品が、出迎えてくれているんですね。はい、詳しくこちらの 3D アートのお話聞いていこうと思います。お話はこの方です。自己紹介お願いします。アトリエショーの畑陽子と言います。よろしくお願いいたします。畑さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうね、今このリビングにいながらにしてとってもこう華やかな気分になってきているんですけども、あの 3D アートってどういったものっていうのを一度説明していただいてもいいですか。はい、あの1枚ずつ本当に形を変えて、はい、あの切り取っていきまして、はい、そしてあの葉っぱなら葉っぱの葉脈を形をつけたりとかしながら、うん、一つずつあのシリコンで乗せていきます。はい、あのいかにもこう生きているみたいな形で、はい、あの形をつけてあの高さを立てていきます。本当にこう実物にそっくりといいますか、そういったこう質感が出ますよね。そうですね、うん、あの生きているものは生きているような形で見せたいと思っておりまして、はい、そういう形であの高さを立てていっております。あのそもそもこの 3D アートって日本のものなんですかね。あの私が習ったのはアメリカに行きました時に、はい、あの習いました。はい、でその時にもうすでに 2,30 年経っているというものでしたので、はい、あのもう今ですと 4,50 年は経っているものではないかなと思います。後ろの、ね、この作品見てみますと、あの本当に外国っぽいお花の作品もありますけども、日本調 の, こうあの着物を着た作品なんかもありますよね。はい、あのどうしてもアメリカに行っておりますと、はい、日本のものにとても憧れまして、うん、あの日本に戻ったらなんか和紙を使いたいというのが一番初めでした。はい、今後ろにあの大根干しが、はい、あの飾ってありますけれども、はい、そういうような日本のものに憧れてそういう絵を探してあの作るようになりました。絵になっているものであればどんなものでも形にできるということですよね。はい、そうですね。あの私の生徒さんは皆さんこうカタログからも選ばれますけれども、はい、あのカレンダーを利用したりとか、うん、どこか出かけた時にあの好きな絵を買ってきてこれでできますかって持ってきてくださるんですね。うん、それをインストラクションって言ってあの私が全部1枚ずつどこをどんな風に切り抜くかっていうのをこう書きまして、はい、それで切っていただいて作っていただきます。でもそうは言っても難しいんじゃないですか。いいえ、あのやっぱりこうあの一番最初に私自身が作って、はい、あのとても良かったのは、はい、あこんなに不器用な私にでもできるんだなって思って作り始まったのがきっかけで、はい、教えるような形になりました。あのじゃあ最後にあたかさんが考えるこの 3D アートの魅力を教えていただきたいんですが。はい、あのこう立体的に立ち上げていかにも生きているもののように見せるっていうのもとてもそうなんですけれども、はい、あとはやっぱり皆さんがそれぞれあ自分にもできるんだなっていうそういう成功体験をしていただいて、はい、それであのお家の中でいろんな、ね、悩みやなんかを抱えていても、うん、そういうものもあ自分にもできたんだっていうそういう自信を持って臨んでいただいたら、はい、いろんな問題も解決していくんじゃないかなって思ってるんですね。でそういうお手伝いもさせていただきたいなと思っております。はい、あたかさん、お話ありがとうございました。どうもありがとうございました。この時間はひたちなか市勝倉より 3D アートをご紹介しました。